ワトキンスレポートは1956年8月8日にアメリカのラルフ・ジェイ・ワトキンス率いるワトキンス調査団が建設省に提出した日本の道路事情についての報告書である。正式名称は日本国政府建設省に対する名古屋神戸高速道路調査報告書。日本国政府が名神高速道路をはじめとする東京神戸間の 高速道路建設の調査のために招いた世界銀行のワトキンス調査団が発表した報告書である。経済調査報告書のお手本とも表されており、数十年経ってからも原文と翻訳文の双方とも再出版されている。一般的には当時の日本の道路事情の劣悪さを指摘した報告書として知られている。という冒頭の文言に象徴されるように、 日本の道路事情について、通列に批判している。日本国政府が、名神高速道路の建設を実施するにあたり、借款を世界銀行に融資を求めた際に、当時積極的に関わったのが、電源開発総裁だった高崎達之助である。高崎の運動の会もあって、世界銀行から派遣されてきた、調査団の団長だったラルフ・ジェイ・ワトキンスは、 ニューヨークのブルックリン研究所に所属していた経済学者である。ワトキンスイカ6名の調査団は、1956年5月から80日に渡り、調査を行い、日本国政府建設省に対する名古屋、神戸高速道路調査報告書が作成された。調査報告書の内容は、道路が悪いために輸送コストが高くつき、 ひいては国際競争力を弱め、日本経済の発展を妨げていると指摘した。またこの当時、東京名古屋間の高速道路建設ルートの計画について、開発優先の中央道案と、経済効率優先の東海道案のどちらを選択するかで論争があったが、その比較については、比較すべき計画ではなく、それぞれ異なった根拠で有益である。 との見解を示した。名神高速道路は、東京神戸間の高速道路の一部として、必要不可欠であり、主に料金収入によって賄われ、4から6年程度で自立できるまでになるであろうとした、上で、道路の建設を是とし、その建設費の一部に、世界銀行が貸し付けを行うことを肯定するもので、あったが、その条件として、 当時の日本国政府に対しては、高速道路の有料性採用、道路特定財源制度の制定、道路行政の改革などを勧告しており、具体的には、名神高速道路の道路予算を3倍増とする、ことを提言している。また、1954年に、日本国政府により策定された、第一次道路整備後可燃計画についても、言及しており、 その計画規模が小さすぎることから国民総生産の2%程度を道路整備の財源に充てるべきで東京神戸間の高速道路を早急に建設する必要があると提言している。ワトキンスレポートの中では当時の日本の道路についての重要な指摘を以下のような内容で記述している。日本の道路は信じがたいほどに悪い。工業国にしてこれほど。 完全にその道路網を無視してきた国は日本の他にない。道路網をおざなりにしてきたことは日本経済に重いコスト負担を課している。現行の道路整備5カ年計画は誠にささやかなものであって道路網の甚々しい不備を是正するには遥かに足りない。日本において近代的道路を作る補助的財政手段として有料制度は 経済的見地からも望ましい。これは高速道路を早期に整備する方法としても望ましい。道路及び自動車に関する課税政策をさらに改定することが日本の道路輸送の発達に必要である。日本国政府はワトキンスレポートを受けて道路への投資額を大幅に拡大しており、ワトキンス調査団が初来日した1956年。 当時の道路整備に対する支出が GNP の0.7%に過ぎなかったが、その後10年足らずの間で2%台を突破し、その後も2%台が維持されることとなった。1969年の東名高速道路の開通式に招待されて再来日したワトキンスは、日本の道路の急激な発展に驚いたと言われる。報告書による、 具体的提言の一つに、迷信高速道路着工に際して外国から、高速道路建設経験のある技術専門家を雇うこととあり、建設を担当する日本道路公団は、この提言に従い、西ドイツから道路計画の専門家として、クサヘルドルシュ、アメリカ合衆国から、土質、舗装の専門家として、ポール・ソンデレガーを迎えている。 日本の高速道路設計技術人は、明治時代の、親とい外国人同様に、彼らの技術指導の恩恵を受けて、学識と技術を高め、その後は全国に散らばって、各地の高速道路建設の計画を行っている。また、元建設省、日本道路公団の高速道路設計技師で、工学博士だった、武部健一は、ワトキンスレポートによって、 戦後日本の道路建設の必要性が日本国民によって初めて認知されたと著書道路の日本史の中で表したただし戦後日本の道路整備が急速に促進されたのはワトキンス調査団の勧告がすべての原動力となったかのように思われがちであるがそれを受け入れる素地として道路建設の必要性を訴えた実業家の田中誠一と 政治家の田中角栄と二人の日本人の先見性と功績があったからこそ可能であったのだとも述べている。ありがとうございます。